阪、ね、大阪行くの、東急に乗っております、これからね、新開地の方を向かって、行きます。前にね、こちら買いましたので、次の電車がね30分後の、11時44分に来るので、ちょっとね外出てね、休憩がてらこれちょっとまだ飲んでませんのでね、いただきます、ね、桜いいでしょうね、桜、君のように、美しいねでね、15分ぐらいですね、で、これまっすぐ行ったらもうあの現地着くと思うんで、今日ね、屋台とかで出るらしいんで、楽しみですね。飲める飲める。しばらくまっすぐ行ったら、信号見えますんでね、この橋をね、右に右折ですね、渡って、こちら側が、桜の、今橋を渡ってるんですけど、これね、こちら小野桜包み回廊は全長4キロの美しい桜の回廊で、約650本の桜並木は西日本最大級の規模を誇ります。5種類の桜が上流から下流へ順に開花し、長期間にわたって桜が楽しめます。本当にたくさんの人で、両脇ね、レジャーシートを引いてあのお弁当を食べてる方すごく多かったですね。こちらの堤防沿いの一角では
田んぼの水面に桜が映り込む逆さ桜が映えスポットとして話題ということで行ってきました。くっきり見えるのは、晴れた午前中のようですねもし行かれる場合は、午前中をおすすめします。屋台はなかったんですけど、露店でね、手作りのお弁当とドーナツ、いただきました。美味しかったです。桜に負けじと菜の花も満開でした。